チャウス。まずはじめにですね、こちらの五島総合車両所運用研修センターということで、どういった組織かというところでございますが、まず五島総合車両所というのは、JR 西日本6つあります総合車両所の1つでございます。で、JR 西日本総車両数6500両、こちらを日々メンテナンス、この6つの車両所でメンテナンスを行っておりますので、こちらではですね、ディーゼル車両多くおりますので、エンジンを下ろしたりとか、車輪を削ったりとか、そういったような、作業も行っております。それからこの運用研修センターの中ですね、広い構内を抱えておりますので、構内の入れ替え作業であったり、車両の掃除ですね、こういったところを委託をして、そちらの管理を行っております。それから運用区間でございます。運用区間はですね、特急車ですと鳥取から新山口、こちらがスーパー沖で使われております、はい、それから普通列車ですけど、主に山陰線、境線、伯備線、因美線で使用しております。境線では、あ、ごめんなさい、山陰線では、浜坂から益田までの区間、それから、境線では米子から境港、伯備線は伯耆大山、庄山間、因美線で鳥取から智頭というところで、車両を使っております。ここまで五島総合車両所ということでいろいろ説明をさせていただきましたが、実はこの五島という名前ですね、実は人名からいただいておりました。この五島海五郎さんの、ご尽力によってですね、米子境港間の鉄道設の、地元協議をまず行っていただいております。でその後ですね、この五島さんの、持っておられる土地ですね、これが五島駅周辺になりますが、鉄道用地の一部を提供いただいております。それからこの米子駅周辺ですね、この辺りが、湿地帯でございましたが、湿地帯をこう改善するためにですね、自分の持っている山の土砂、こちらを提供していただいたというところで、非常にご尽力いただいたというところで、この五島さんの名前をいただいて、五島駅であったり五島総合車両所、もともとは五島工場だったんですけど、そういったところで五島さんのお名前を引き継いで使っているというところでございます。すでに着用いただいておりますヘルメット着用で見学の方をお願いいたします。それから写真撮影、たくさんしていただいて大丈夫です。それから SNS どんどん上げてください。ただしですね、歩きながらの撮影ですとか、三脚脚立を使った、使用、撮影ちょっと危険ですので、ご遠慮いただければと思います。電車内させて、車庫の7番線ですね、北郎列車の横に入っていきます。
ヘッドマークですね、各種展示しております。で、現役で使っていたものをそのままを展示しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、後ほどの撮影の時間も設けておりますので、はい、あのドアがあの前側についてるはずだ、ね、もっと、もっと前みたいな感じ、ね、運転台側っていうあっち側に、今これケツ側、ああなるほど、そういうことか、はい、あそういうことね、はい、あわかりました、みんな後ろから出ないといけないっていう、あそうですよね、これじゃない、